TBS ラジオストリーム、今日のコラムニストは再造、テレビブロス、そして週刊現代などの連載でおなじみ、アメリカバークレー在住の映画評論家、町山智弘さん。町山さん。はい、どうも町山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。去年町山さんがこのコーナーで紹介していた、はいはい、バリーボンズのドキュメンタリー映画、あ、はい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 、100万ドルのホームランボール見に行きました。あ、そうですか。今やってるんですよね。先月公開してまして、はいはい、町山さんが進めていなかったら僕は足を運ぶことはなかったかもしれませんけれども。あ、そうですか、はい、どうでした。面白かったですか。面白かったです。面白かった。アレックス・ポポフという人が最初撮ったという主張した人が、はいはい、怪しいですね、あの人は。あ、うちの近所のハンバーガー屋の親父です。あ、そうなんだ。そうそうでした、はい、そうでしたよね。ね、はいはい、パトリック・林くんもね、なんか第二の人生を歩んでるみたいで。今ですね、ちょうどサンフランシスコジャイアンツが試合してるんですよ。お、ということはバリー・ボンズが出てます。今日は出てたんですけどもね、4打席ともですね、ヒットなしでした。あら、はい、で今日756号打つかもしれないっていうんで、うんうん、サンフランシスコ球場っていうのはですね、はい、ご存知だと思うんですけども、うん、今回ですね、野球の話僕あんまり詳しくないんでいろいろお願いしたいんですが、いや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 、はい、片っぽ海になってるんですよね。ライトスタンドのね、こういったところがね、海ですね、はい、で、こうなんていうか、海の上にこうカヌーがいっぱい浮かんでましてですね、で、ボール取るために待ってるんですよ。いいですよ ね、はい、で、いくらぐらいになりますかね、これどう思われます。どうでしょう、1000万ドル前後と言われてますけど、どうでしょうかね。そうなんですよね。ただこの間の映画見て思ったのは、うん、はい、あれ、その野球のボールの、うん、ホームランボールの値段釣り上げてるのってたった一人の男なんですよね。そうなんですよ。どういうことですか。ね、こういう野球のそのなんていうか、まあ記録的なボールのバブルみたいなものが今アメリカにあるんですけども、うんうんうん、それを作り上げてた男っていうのはトッド・マクファーレンという一人の男だったんですよ。どうしても集めたい人がいるんですよ、はあはあ、ね、そうなんですよね。その人が一人でものすごい値段を積み上げてたために、うん、どん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 ホームランボールの値段が上がっていってたっていう現状があるんで、その人が買わなきゃ他の人買わないんですよ実はそうなんですよね。はい、で今ですね、はい、延長戦に入ったんですけども、おうおうおう、まあこれジャイアンツ負けますね、はい、ジャイアンツ今ビリッケなんですよね。そうなんですね、ナショナルリーグの西地区でね。そうなんですよ。ボンズはもう今日は交代しちゃったんですか。交代しちゃったんですよ。あ、じゃないんだ。はい、だからもう延長戦まで出ないってことで、うんうんうん、はい、でもサンフランシスコのメディアは盛り上がってるんですか、ボンズに関しては。これは難しいとこなんですよね。やっぱりステロイド疑惑がありますからね。ありましたからね、うんうん、で一時は試合のなんていうか観客がですね、うん、ステロイドなんか使って恥を知れとかこう垂れ幕持ってですね、うん、あ、地元で、地元の人たちがやってたぐらいなんですよね。さすがに今日はいないですけどねそういう雰囲気じゃないんでね、うんうん、755出るかもしれないんでね、うん、そこまで過激な人はいなかったですけど、だからやっぱりハンク・アーロンが、まあ、755号の記録を持ってるハンク・アーロンがですね、はい、なんていうか、ね、56号を、まあ、あなたの記録を破られるんですよみたいなことに関してその、うん、ちょっとコメントを避けてるんですよね。そうですよね、ずっと ね。でやっぱりステロイドの問題があるから、うん、ちょっとなんか距離を置こうみたいなね。じゃあ今日は球場にも来てないってことですか。来てないですね。あ、ただモハメド・アリーがですね、タイガー・ウッズがビデオメッセージ出してましたけど、はい、記録出るかもしれないってことでね。その辺はバックアップしてるわけですね、はい、そうなんですよ、うんうんうん、ハンク・アーロンはちょっとねやっぱり微妙なところですね。あ、はい、まあ疑惑が晴れる日は来ないかもしれないからね。そうですね、だからもうこれはもう認めてますからね本人がね。そうなんですよね。ただ証拠とか全然ないですけど、ね、昔のことなんですね。そうそうそうなんです、そういうことなんですよね、はい、言葉でしかないんですけど、うん、はい、でなね、この記録がですね、はい、タイになった時がですね、うんうん、土曜日なんですけども、はい、その時は結構記録がいっぱい出て、敵チームの そのサンディエゴパドレスの方の、ええ、アレックス・ロドリゲスが32歳で500本ホームランを打ったんですよね、うんうんうん、あ、ヤンキースのね、ヤンキース、
そう、それで、ヤンキースの松井がメジャーリーグで100本ホームラン出しましたよね。はい、はい、はい、で記録がバンバン出てきてるんですけども、悪い記録の話を今日はちょっとしたいと思うんですけど。悪い記録ですか。はい、うん、で実は7月の15日にですね、はい、ものすごい記録が打ち立てられたんですけどもアメリカではすごくテレビでやってたんですけどね。ほうほうほう。日本ではどうでした？あんまり取り上げられてないですね。あ、そうなんですか。15日って何かあったっけって今私何のことか分からない。そういうレベルです。フィラデルフィアフィリーズっていうチームがありまして、はい、そこがメジャーリーグ、まあ、始まって以来の1万敗っていう、1万回負けた、1万ゲーム負けたっていう記録を打ち立てたんですよ。負けも負けたり1万敗ですね。はい、1万負けた今は一応でも井口が今フィリーズにトレードされたのでそれなりに注目は集まり始めました。フィリーズは。あ、そうですか。はい、フィリーズは最近はそんなに弱くないんですよね。去年から強くなりましたね。はい、で2位でまで行ったりね、うん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 、してるんですけども、うんうん、ただね1万敗負けるってのはすごいことで、すごいこと、普通ありえないと思うのは、うん、普通そんなに負けてたらチームなくなっちゃうじゃないですか。うん、そう思います。ね、うん、昔日本でトンボなんとかずっとありましたよね。ユニオンズです。そう、はい、弱いチームとほら一瞬名前だけ出てなくなっちゃうじゃないですか普通。でも1万敗って100敗を100年しないと到達しないってことですからね。そうなんですよ。だからまず1万敗の原因っていうのをテレビでやってたんですけども、うんうんうん、まずね124年か5年ぐらいあるんですよ歴史が。いやー、そうか、1883年なんですね。そんなにすっごい昔からあってですね、うんうん、だからそれがまず一つの原因であるのと、でもそれでもやっぱりさっき100年間100敗ずつ続けないとなんないって話でしたよね。実際そういう状況で、うん、100敗以上したそのシーズンがですねいくつもあるんですよね、うん、ありましたね。これはすごいんですよ。負け続けなんですけども、うんうんうん、はい、ただね、これで、まあ、フィラデルフィアのこの、まあ、ファンの人たちはですね、うんうん、それでも満員なんですね。へえ、観客は。そうだね、うん、だから続いてるんですね。優しいファンですね。優しいというかこれねテレビ出たんですよやっぱり。おう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 、みんなそれ、うん、今 YouTube でもその100敗の瞬間とかものすごく大量にビデオが上がってるんですけども、もうみんなやけくそだから、うんうん、そう100回負けたぜとか書いた T シャツとかみんな着てるの。じゃあある意味もう開き直ってんだ。もう100ってのはすごい。あ、100ない、1万ですね。1万ですね。1万負けたってのはこれもちょっと前人未到だから、これはこれで偉いじゃないかって粘ってるんですよ。で、まあテレビ出てて言ってたのは、はい、要するにこの125年間やってて、うん、ワールドシリーズの優勝は1回しかないと。でもあるんだ。ありますよ。1回だけあるんですよ。ピート・ローズいたもんその時。あっちは。そうなんです。1980年かな。そうなんですよ。これはこれで実は確率的にすごく少ないから偉いとか言ってて、すごい偉い、もうすごいなと思ってね。うん、はい、でも選手たちはちょっと嫌がっててですね、あ、だって俺たちのせいで1万回負けたわけじゃないんだからって言って、うん、気持ちはわかるね。気持ちはね。ねえ、なんで俺たちがっていうね感じで結構怒ってたりするんですけども、うんうんうん、だってすごい打者いますからね今ね。そうなんですよ。ハワードっていうのがいるんですよね。ライアンハワードがね。うん、この人日本に来ましたよね確かね。来ました。ね、日米野球で。そうですよね。はい。この人第二のボンズとか言われてる人でね。うんうんうん、はい。でもそういう人たちがいるにもかかわらず過去に負けすぎてるんですね。うんうん、で、あまりにも昔負けてたんで、うん、なんていうか。こういう時アメリカ人は必ず言うのは呪いっていう話をするんですよ。はい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 、はい、僕はねアメリカ来て驚いたのは、ものすごく験を担ぐと思いませんアメリカ人って。ああ、割と日常的にやってますよねそういうのね。そうですよね、うんうんうん、カジノとか行くとですね、うん、まあいつもバクチが好きなんでバクチの話しますけど、で勝ってると、うん、ちょっと勝ってるよね俺とか言うと周りにいる人がみんなやめろって言うんですよ。ああ、言っちゃいけない。そう、勝ってる時に勝ってること喜びを口にしたら要するに運が出ていくっていうふうにアメリカ人思ってるんですよ。あ、それ験担ぎなんだアメリカ人の。すごいんですよ。すごい真剣にやめろとか言うんですよ。言うなって。そうなんですよ。でね、このフィリーズが負けるのもなんかの呪いじゃないかっていう話になるんですけども、実はアメリカには大リーグには結構呪いがあるんですよね、うん、ありますね。ね、有名な一番有名な呪いはバンビーノの呪いってやつですよね、はい、レッドソックスのね。
はい、でこれはベーブ・ルースがバンビーノっていうあだ名で、はい、でベーブ・ルースを、まあ、ヤンキースにトレードに出しちゃったから、うんうんうん、まあ、その呪いで、うん、ベーブ・ルースが呪ってるわけですよね。こうそうですよ、2004年に解けましたけども、やっとそうなんですよ、うん、2004年にヤンキースに勝って解けたんですけども、うん、だからずっと呪いがあると言われてて、もう一つ有名なのは、あの有名っていうかすごく変な呪いで、シカゴカブスっても全然勝てないチームなんですよね。そうですね、これも長くてその歴史が100年ぐらいあって、うん、1回しか勝ってないんですよね、確かね、うん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 、それもすごい昔なんですよね、うん、80年かなんかでしたっけ。もうそれぐらいになりますね、1900何年だろう、20年代ぐらいかもしれないです ね。そうなんですよ、うん、でこのシカゴカブスが勝てない理由っていうのは、うん、あのヤギの呪いって言われてるんですね。そうですよ、そっちがヤギだ、ヤギ、なんかいろいろ出てきますもんね。いろいろ呪いヤギだ、ヤギだ、うん、はい、これなんかね、チケットを持ったちゃんとしたお客さんがヤギを球場に連れてたらしいんですよ。そうリグレー球場に、うんうんうん、そしたらヤギって臭いじゃないですか、うんうん、だから臭いから出てけって球場の人に言われて、そこからですよ。その時にそのヤギを連れてたおっさんがですね、うん、要するに呪ってやるぞと言ってですね、本当にそのまま勝てなくなっちゃったんですね。延々それが続いてますからね、未だにね。ねえ、ね、ヤギって呪うのかっていう問題とかね、よくわからないんですけど僕は。また呪いがずっとアメリカは続きますね、やっぱり。長い。ね、でこれすごいのはね、うん、シカゴカブスのそのヤギを連れてた人の息子かなんか、息子かね、うん、いとこじゃないな、確か甥っ子かなんかが、うん、あのシカゴカブスのファンだったんで、呪いを解きますって言ってたことがあるんですよ。ほうほうほう、それってどうだったんでしょうね。要するにヤギを連れてって、野球場に入れてあげるっていうのをやったら解けるだろうかとか、それでも解けなくてね、あとね、敵チームの球場に無理やりヤギを連れてくとかで、で断られたらそっちも呪われるとかね。なんかアメリカ人ってなぜそういうくだらないことするんですかね。真剣だと思いますけどね。真剣なんだ。ヤギってそんな恐ろしい動物だったのかっていうのが一番謎なんですけど、うん、でフィラデルフィアの方は呪いがないのに負け続けてたんで、はい、うん、これ一体どういうことだということになってたんですけども、うんうん、先ほどおっしゃってたようにピート・ローズの時に、はい、ピート・ローズがいた時に1980年代に勝つんですよね、うんうんうん、そうです、一回、その頃結構強くなったんですけども、1987年からどんどん負け続けましてですね、うん、確かにね、でその時にフィラデルフィアの人たちは要するに自分たちが悪いと思いたくないから、うん、これ呪いだって言い始めてですね。おお、どこに責任を転嫁したんですか。そうそう、これ責任転嫁なんじゃんって思うんですけど、うんうん、フィラデルフィア市庁舎のてっぺんにですね、ウィリアム・ペンっていう、フィラデルフィアっていう市を作った偉人のですね銅像があるんですよ、うん、でその銅像よりも高いビルを建ててはいけないっていうのがフィラデルフィアの人たちのなんていうか、まあ、暗黙の、了解だったんですけども、1987年にそれよりも高い超高層ビルが建っちゃったんですよね。なんか、はい、いけないわ。あれあれ。でこれでバチが当たって、うちは勝てないんだっていうふうに ずっと自分たちに聞かせてきてるみたいなんですよね。すごい理屈ですね。だってそれは後からだろうって、うんうんうん、後から考えてるだろうとか思うんですけど、うんうん、で、まあ、フィリーズがその1万敗しましてですね、はい、結構喜んでる人も多くてですね。喜んでる、うん、はい。で、ジョー・クイナンっていう、まあ、スポーツユーモア作家の人がいるんですけども、この人はラジオ出てたんですね、でこの人はまあずっとフィラデルフィアで生まれ育ったんで、うん、その全然勝てないんで、そのまあ、ちょっと頭おかしくなったって言ってるんですね。もう病院にまで通ったんだと、うつ病になっちゃって、うん、はい、でそこまでやったんだけれども、こう勝てないんでね、今悟りを開いてるみたいなんですよ。悟りを開いてて、ヤンキースみたいな、まあ、強いチームの人たちは、うん、その弱者に対する思いやりがないだろうみたいな、で私とはいつも負けてるから世界中の不幸な人たちの気持ちだって分かるんだとか言っててですね、もう宗教みたいになってるんですけど、でこのクイナンさんって人はですね、すごく面白かったのは、1980年のですね、たった1回の優勝を経験してるんですよ、この人。経験してそこにいたってことですかね。そうなんですよ、うんうんうん、でフィリーズの優勝を経験しているにもかかわらず、うん、そのまあ、ラジオに出た時に言ってたのは、フィリーズあの時勝つべきじゃなかった。おいどうなっちゃってんだ。優勝しなければ、うん、125年間一度も優勝しないという、うん、超自然的なパワーを身につけることができたはずだとかね。それは悟り開いてますね。もう何を言ってるんだこの人はっていうね。
感じでもうやけくそになってるんですけども、その人は本を書く人なんですか？この人は作家なんですよね。作家さんなんだ。スポーツ作家なんですけども、スポーツ作家なんだけども自分が応援してるチームが一回も勝てないっていう不思議なスポーツ作家なんですね。へえ、はい。でもアメリカの面白いところはあれですよね、日本と違ってその球場ごとにその地元の人は地元のチームしか応援しないんですよね。まあそうですよね、うん、ね、そうするとフィラデルフィアに住んでる人たちはものすごく悲惨なわけですよ。もう引っ越すしかないですからね。引っ越すしかないんだ、ね、で NFL の方も弱いんですよね。イーグルスね、弱いんですよ、ね、でもその中でね、かえってね、彼らはね、なんていうか弱い人たちへの思いやりを育てていったっていうすごいすごい話になってましたけどね。でもあの松山さんね、はい、9月になるとフットボールシーズンが始まって、はい、土日って旦那さんたちってフットボールばっかり見て、はい、家のこと何もしないって奥さんたち来てたりするじゃないですか。はい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 。まあ、フットボールウィドウとか言われたりしてますけども、うん、はいはいはい、アメリカの男たちのスポーツのこの依存っていうのを、はい、松山さんはどういうふうに見てます？ああ、アメリカの特にフットボールファンは運動しないんですよね、うん、見るだけってことですか？見るだけでどんどん太っていくんですよ。そうかそうか。でもなんか映画で出てくる人もみんなそうね、見てるだけでね、そうそう、カウチに座って ねこれは面白いなと思うんですよね。それでフットボール嫌いな人ほどね、ランニングしたりジョギングしたりして運動してるっていうね、すごく変な現象があるんですけどね。面白いな。はい、まあバーベキューとか好きでね、フットボール好きな人たちは朝から飲んで食べてずっと一日ですからね。ビール飲んでね、でどんどん太っててすごく不健康なのがね、アメリカのねプロなんていうかスポーツファンの人たちですね。はい、はなりたくないと思うんですね、体型見ちゃうとね。そうなんですよね、うん、でスポーツとか嫌いな人の方がね、年取ってから結構ね、うん、マラソンとかしてね健康になっていくっていうのはね、アメリカの面白いところですね。今年はスポーツファンは長生きできないのかもしれないですね。ああ、そうかもしれないですけども、うん、今まあこうやって勝てなくてね、イライラしたり、今だってホームラン全然出なくてね出ないしね、ドキドキしたりするとあんまり心臓とかにも良くないと思うんですけどね。松山さん、はい、気をつけてくださいね。いや、僕は大丈夫ですから、はい、いや、どうもありがとうございました。ありがとうございました。コラムの花道、今日はカリフォルニア州バークレーから映画評論家の松山智博さんでした。ありがとうございました。 TBS ラジオストリーム、今日のコラムニストは再造テレビブロス、そして週刊現代などの連載でおなじみ、アメリカバークレー在住の映画評論家松山智博さん。松山さん、はい、どうも松山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。去年松山さんがこのコーナーで紹介していた、はいはい、バリーボンズのドキュメンタリー映画、あ、はい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 、100万ドルのホームランボール見に行きました。あ、そうですか。今やってるんですよね。先月公開してまして、はいはい、松山さんが進めていなかったら僕は足を運ぶことはなかったかもしれませんけれども。あ、そうですか、はい、どうでした？面白かったですか？面白かったです。面白かった。あのアレックス・ポポフという人が最初撮ったという主張した人が、はいはい、怪しいですね、あの人は。あ、うちの近所のハンバーガー屋の親父です。あ、そうなんだ。そうそうでした、はい、そうでしたよ ねはいはい。パトリック・林くんもね、なんか第二の人生を歩んでるみたいで。今ですね、ちょうどサンフランシスコジャイアンツが、試合してるんですよ。お、ということはバリー・ボンズが出てます、今日は。出てたんですけどもね、4打席ともですね、ヒットなしでした。あら、はい、で今日756号打つかもしれないっていうんで、うんうん、サンフランシスコ球場っていうのはですね、はい、ご存知だと思うんですけども、うん、今回ですね、野球の話僕あんまり詳しくないんでいろいろお願いしたいんですが、いやいやいや、はい、はい、片っぽ海になってるんですよね。ライトスタンドのね、越えたところがね、海ですね、はい、で、こうなんていうか、海の上にこうカヌーがいっぱい浮かんでましてですね、で、ボール取るために待ってるんですよ。いいですよ ね、うん、ね、はい、で、いくらぐらいになりますかね、これ。どう思われます？どうでしょう、1000万ドル前後と言われてますけど、どうでしょうかね。そうなんですよね。ただこの間の映画見て思ったのは、うん、はい、あれ、その野球のボールの、うん、まあ、ホームランボールの値段釣り上げてるのってたった一人の男なんですよね。そうなんですよ。どういうことですか？ね、こういう野球のそのなんていうか、まあ、記録的なボールのバブルみたいなものが今アメリカにあるんですけども、うんうんうん、それを作り上げてた男っていうのは、トッド・マクファーレンという一人の男だったんですよ。どうしても集めたい人がいるんですよ、はあはあ、ね、そうなんですよね。その人が一人でものすごい値段を積み上げたために、うん、どん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 ホームランボールの値段が上がっていってたっていう現状があるんで、うん、その人が買わなきゃ他の人買わないんですよ、実はそうなんですよね。こ
これも長くて、その歴史が100年ぐらいあって、うん、1回しか勝ってないんですよね、確かね、うん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 、それもすごい昔なんですよね、うん、80年かなんかでしたっけ、もうそれぐらいになりますね、1900何年だろう、20年代ぐらいかもしれないですね、そうなんですよ、うん、でこのシカゴカブスが勝てない理由っていうのは、うん、あのヤギの呪いって言われてるんですね、そうですよ、あそっちがヤギだ、ヤギなんかいろいろ出てきますもんね、いろいろ呪いヤギだ、うんはいはい、これなんかね、チケットを持ったちゃんとしたお客さんがヤギを球場に連れてたらしいんですよ、そうそうそう、リグレー球場に、うんうんうん、したらヤギって臭いじゃないですか、うんうん、臭いから出てけって球場の人に言われて、そこからですよ、その時にそのヤギを連れてたおっさんがですね、うん、要するに呪ってやるぞと言ってですね、本当にそのまま勝てなくなっちゃったんですね、延々それが続いてますからね、いまだにね、ねえ、ねえ、でもヤギって呪うのかっていう問題とかねよくわからないんですけど僕は、また呪いがずっとアメリカは続きますねやっぱり長い、ね、でこれすごいのはね、うん、シカゴカブス の, そのヤギを連れてた人の息子かなんか、息子かね、うん、いとこじゃないな、確か甥っ子かなんかが、うん、あのシカゴカブスのファンだったんで、呪いを解きますって言ってたことがあるんですよ、ほうほうほう、それってどうだったんでしょうね、要するにヤギを連れてって野球場に入れてあげるっていうのをやったら解けるだろうかとか、それでも解けなくてね、あとね敵チームの球場に無理やりヤギを連れてくとかで断られたらそっちも呪われるとかね、なんかアメリカ人ってなんでそういうくだらないことするんですか ね、真剣だと思いますけどね、真剣なんだヤギってそんな恐ろしい動物だったのかっていうのが一番謎なんですけど、うん、でフィラデルフィアの方は呪いがないのに負け続けてたんで、はい、うん、これ一体どういうことだと、うんうん、いうことになってたんですけども、うんうん、先ほどおっしゃってたようにピート・ローズの時に、はい、ピート・ローズがいた時にあの1980年代に勝つんですよね、うんうんうん、そうです、1回、その頃結構強くなったんですけども、1987年からどんどん負け続けましてですね、うん、確かにね、でその時にフィラデルフィアの人たちは要するに自分たちが悪いと思いたくないから、うん、これ呪いだって言い始めてですね、おどこに責任を転嫁したんですかそうそう、これ責任転嫁なんじゃんって思うんですけど、うんうん、フィラデルフィア市庁舎のてっぺんにですね、ウィリアム・ペンっていう、フィラデルフィアっていう市を作った偉人のですね銅像があるんですよ、うん、おでその銅像よりも高いビルを建ててはいけないっていうのがフィラデルフィアの人たちのなんていうか、まあ、暗黙の了解だったんですけど、ね、もう100ったらすごい、あ100ない100ない1万ですね、1万ですね、1万負けたってのはこれもちょっと前人未到だから、これはこれで偉いじゃないかって粘ってんですよ、うんうんうん、で、まあ、あのテレビ出てて言ってたのは、はい、あの要するにこの100、まあ、25年間やってて、うん、ワールドシリーズの優勝は1回しかないと、でもあるんだ、ありますよ、1回しかないんですよ、ピート・ローズいたもんその時、あっちはその時、そうなんです、1980年かな、そうなんですよ、これはこれで実は確率的にすごく少ないから偉いとか言ってて、すごいすごい偉いもうすごいなと思ってね、うん、はい、でもあの選手たちはちょっと嫌がっててですね、あだって俺たちのせいで1万回負けたわけじゃないんだからって、うん、気持ちはわかるね、気持ちはね、ねえ、なんで俺たちがっていうね感じで結構怒ってたりするんですけども、うん、あのだってすごい打者いますからね今ね、そうなんですよ、ハワードっていうのがいるんですよね、ライアンハワードが ね、うん、この人日本に来ましたよね確かね、来ました、あの、ね、日米野球で、そうですよね、はい、この人第二のボンズとか言われてる人でね、うんうんうん、はい、でもそういう人たちがいるにもかかわらず過去に負けすぎてるんですね、うんうん、で、あまりにも昔負けてたんで、うん、なんていうかこういう時アメリカ人は必ず言うのは呪いっていう話をするんですよ、はい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 、僕はねアメリカ来て驚いたのは、ものすごく嫌悪を担ぐと思いません、アメリカ人って、あ割と日常的にやってますよね、そういうのね、そうですよね、うんうんうん、カジノとか行くとですね、うん、あまあいつもバクチが好きなんでバクチの話しますけど、で勝ってると、うん、ちょっと勝ってるよね俺とか言うと周りにいる人がみんなやめろって言うんですよ、ああ言っちゃいけない、そう、勝ってる時に勝ってること喜びを口にしたら要するに運が出ていくっていうふうにアメリカ人思ってるんですよ、あそれ験担ぎなんだ、アメリカ人のすごいんですよ、すごい真剣にやめろとか言うんですよ、言うなって、そうなんですよ、でね、このシリーズが負けるのもなんかの呪いじゃないかっていう話になるんですけども、実はアメリカには、あの大リーグには結構呪いがあるんですよね。うん、ありますね。ね、有名な、一番有名な呪いはあの、バンビーノの呪いってやつですよね。はい、レッドソックスのね。はい。で、これはベーブ・ルースがバンビーノっていうあだ名で、はい、でベーブ・ルースを、まあ、ヤンキースにトレードに出しちゃったから、うんうんうん、まあ、その呪いで、うん、
ベーブ・ルースが呪ってるわけですよね、こう。そうですよ。2004年に解けましたけども、やっと。そうなんですよ。うん、2004年にヤンキーズに勝って解けたんですけども、うん、なんかずっと呪いがあると言われてて、もう一つ有名なのは、有名っていうかすごく変な呪いで、シカゴカブスっても全然勝てないチームなんですよね。そうですね。はい。で、今ですね、はい、延長戦に入ったんですけども、まあ、これ、ジャイアンツ負けますね。はい。ジャイアンツ今ビリッケなんですよね。そうなんですね。ナショナルリーグの西地区でね。そうなんですよ。ボンズはもう今日は交代しちゃったんですか？交代しちゃったんですよ。引っ込んじゃいました。ないんだ。はい。だからもう延長戦まで出ないってことで。うんうん、うん。はい。でもサンフランシスコのメディアは盛り上がってるんですか、ボンズに関しては。これは、難しいとこなんですよね。やっぱりステロイド疑惑が。ありますからね。ありましたからね。うんうん、で、一時は試合の、なんていうか、観客がですね、うん、ステロイドなんか使って恥を知れとか、こう垂れ幕持ってですね。うん、あ、地元で？地元の人たちが。やってたぐらいなんですよね。さすがに今日はいないですけどね。そういう雰囲気じゃないんでね。うんうん、755出るかもしれないんでね。うんうん、そこまで過激な人はいなかったですけど。だからやっぱりハンク・アーロンが、まあ、755号の記録を持ってるハンク・アーロンがですね、はい、なんていうか、756号を、まあ、あなたの記録を破られるんですよみたいなことに関して、ちょっとコメントを避けてるんですよね。うん、そうですよね、ずっとね。ね。でやっぱりステロイドの問題があるから、うん、ちょっとなんか距離を置こうみたいなね。じゃあ今日は球場にも来てないってことですか？来てないですね。あ、ただモハメド・アリーがですね、とタイガー・ウッズがビデオメッセージ出してましたけど、はい、記録出るかもしれないってことでね。あ、その辺はバックアップしてるわけですね。はい、そうなんですよ。ハンカーはちょっとねやっぱり微妙なところですね。あ、はい、まあ疑惑が晴れる日は来ないかもしれないからね。そうですね。だからもうこれはもう認めてますからね、本人がね。そうなんですよね。ただ、証拠とか全然ないですけどね、昔のことなんですね。そうそう、そうなんです。そういうことなんですよね。はい、言葉でしかないんですけど。うん、はい。で、この記録がですね、はい、タイになった時がですね、うんうん、土曜日なんですけども、はい、その時は結構記録がいっぱい出て、敵チームのそのサンディエゴパドレスの方の、アレックス・ロドリゲスが32歳で500本、500本ホームランを打ったんですよね。うんうんうん、あ、ヤンキースのね、ヤンキースの。あ、そうそうそう。うんうん、それで、ヤンキースの松井がメジャーリーグで100本ホームラン出しましたよね。はい、はい。はい。うんうん、で、記録がバンバン出てきてるんですけども、悪い記録の話を今日はちょっとしたいと思うんです。悪い記録ですか？はい。うん、で、実は7月の15日にですね、はい、ものすごい記録が打ち立てられたんですけどもうん、うん、アメリカではすごくテレビでやってたんですけどね。ほうほうほう。日本ではどうでした？あんまり取り上げられてないですね。あ、そうなんですか。15日って何かあったっけって今私何のことか分からない。そういうレベルです。フィラデルフィア・フィリーズっていうチームがありまして、はい、そこがメジャーリーグ、まあ、始まって以来の1万敗っていう、1万回負けた、1万ゲーム負けたっていう記録を打ち立てたんですよ。負けも負けたり1万敗ですね。はい、1万負けた気。今は一応でも井口が今フィリーズにトレードされたので、それなりに注目は集まり始めました。フィリーズは。あ、そうですか。はい、フィリーズは最近はそんなに弱くないんですよね。去年から強くなりましたね。はい、で2位でまで行ったりね、してるんですけども、うんうん、ただね、1万敗負けるってのはすごいことで、すごいこと。普通ありえないと思うのは、うん、普通そんなに負けてたらチームなくなっちゃうじゃないですか。うん、そう思います。ね、うん、昔日本でトンボなんとかずっとありましたよね。ユニオンズです。そうそうそう。はい、弱いチームってほら、一瞬名前だけ出てなくなっちゃうじゃないですか、普通。でも、1万敗って100敗を100年しないと、到達しないってことですからね。そうなんですよ。だからまず、1万敗の原因っていうのをテレビでやってたんですけども、うん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 、まずね、124年か5年ぐらいあるんですよ、歴史が。いやー、そうか。1883年なんですね。すっごい昔からあってですね、だからそれがまず一つの原因であるのと、でもそれでもやっぱりさっき100年間100敗ずつ続けないとなんないって話でしたよね。実際そういう状況で、うん、100敗以上したそのシーズンがですね、いくつもあるんですよね。うん、ありましたね。これはすごいんですよ。負け続けなんですけども、うんうんうん、はい。
ただね、これで、まあ、フィラデルフィアのこの、まあ、ファンの人たちはですね、うんうん、それでも満員なんですね。へぇー。観客は。そうだね。うん。だから続いてるんですね。優しいファンですね。優しいというか、これね、テレビ出てたんですよ、やっぱり。みんな。うん、今、YouTube でも、その100敗の瞬間とか、ものすごく大量にビデオが上がってるんですけども、もうみんなやけくそだから、うんうん、そう、100回負けたぜとか書いた T シャツとかみんな着てるの。じゃあ、ある意味もう開き直ってんだ。